アリケンクラスに一人はいそうなデブチャンネル。こんにちは、みんな元気にしてる？俺、ちなみに俺は元気。でも昨日の12時から起きて一睡もしてないの。はい、ということで、まあ、わけわかんない入り方したんですけど、どうも皆さん、まだということで、だから今日はまあ飯動画なんですけど、まあパパッと作ってパパッと食ってパパッと動画終わらしたいなと思います。それじゃあ、それじゃあまず中身を開けていきたいと思います。はい、中身はこんな感じ。ストレート中華麺がね2つ入ってる感じですね。はい、ストレート中華麺え、これとまあ2束あるんですけど、まあ多分まあ2つで1人分みたいなところがあると思いますね。多分白ご飯が来る前の麺と白ご飯が来た後の麺で2種類になってるんでね、まあ1人分ってことでこれ2つ食べていきたいと思います。あとはそうですね、2人分の、あ、すごい、これどうやって作るんだろう。まあもうこんな感じで、井上豚骨醤油味って250のね、あのお湯入れればちょうどいいよって感じなんでね、ちょっと俺濃いめが好きなので 200×2 で 400ml 入れてスープ作っていこうと思います。お湯が沸くのを待ちます。今ね、お湯を沸かしてるんですけどね、はい、このラーメンをくれたね、高橋さんとの出会いをね、いろいろ、まあ、みんなに教えていこうかなと思うんですよ。まあ、一番最初の出会いは、まあ、Twitter の DM が来たんですよ。うちの息子が、誕生日なので祝ってください。アリゲンさんのことがめちゃくちゃ好きで、いい思い出になるので、よかったらお願いしますって来て、で、俺は、いいですよ、もうすごいいいお父さんだなと思って、あの、ビデオで、Happy Birthday to you! っていうのを撮って送ったんだよね。シュート君に、まあ、たかしさんのあの息子さんがシュート君で、で、それで送って、で、その後、たかしさんじゃねえや、シュート君のありがとうございますって動画が送られてきて、そっからまあ、たかしさんとめちゃくちゃ仲良くなったっていう、まあ俺の配信でいろいろスパチャとかたくさんしてくれて、もう本当に俺が今あるのはたかしさんのおかげだなと思ってるんです。たかしさん本当にありがとうございます、いつも本当に。というので、まあシュート君っていうね、あの子がやってるんですけどね、はい、まあ、それがたかしさんとの出会いで、まあいろいろ、まあそうですね、まあ長話せば長くなるんで、ここで終わりにしたいと思います。それじゃあ、お湯が沸けたので、それじゃあ湯がいていきまーす。ブッサイクだな、俺びっくりした今本当に。300度、よし、もういいでしょうってことで、はい、ラーメンの方ね、こちらこのね、ラーメンの器に入ってるこれ、はい、入れていきたいと思います。豆乳美味しくなってくるんだよ、跳ねそう、あっちゅえー、はい、大丈夫、熱くないのに熱いと言ってしまうね。はい、はい、これで、はい、湯がいていきます。はい、ちゃんとね、はい、美味しい麺になるようにね、頑張ってください。1分から2分湯がくって書いてるので、ね、そんだけ湯がいていきたいと思います。麺はね、いい感じで細麺なのでね、あの九州のね、九州の私はね、とても嬉しい。あちゃちゃっす、あちゃちゃちゃっす、危ない、危ない、危ない、びっくりした、危ない、もう本当にあと1秒遅かったら、あんたこれお前吹き出して、お前大変なことになってた、お前これ本当に危ねえな今な、ってことで湯がいたんでね、はい、あのザルでパッパッとやっていきたいと思います。ちょ、片手じゃしんどくね、これマジで、これ片手、これ無理じゃね。ちょっとカメラ置きますね、一旦カメラ置きますね。どこに置こう、ここに置くね、カメラを一旦ここに置くね、ここに置こうか、どう今どうなってる、ここにこうやりたい、ここにこうやりたい人生だった。もうこれ、こんな感じいいか。OK?OK? みんな見えてる？はい、じゃあそこは切っていくよ。はい、ここが見せ場よ、みんな。いくよ。はい、ドバッと。うー、危ない。カメラが滑り落ちていきそうだけど危ない。はい、で、切っていく。これでね、はい。麺は完成、多分あーちぇー、麺は完成だと思う。これであとはスープを作っていけばいいから、スープ作ります。今から作んの俺、え、なんか段取り悪い、俺
ちょっと待って、スープ作るね、みんな待ってて。はい、ソースを、作っているんですが、今ソースを出そうとしたらすごいね、あの美味しそうなソースがほらこういう風に、これでいいんだよね。この後にお湯入れれば大丈夫って聞いたんですけど、はい、本当になんかもう私不安になってまいりました。まずこっからスープを美味しくなればねいいと思います。はい、スープこんな感じで、はい、取るのが下手です、ごめんなさい。ここにお湯を入れれば完成です。それじゃあ完成までさあ。はい、ってことでね、スープですからね、これは皆さんスープですからね。さあ、そのスープの上にお湯をかけて、ね、完成としましょう。はい、またこれね両手で持てないのでちょっと置きますね、カメラね。はい、ちょっとカメラ置きます。俺なんかこれさ、俺ぶっちゃけこれさ、なんか作り方間違えた気がする。絶対これスープ先だよね、これ多分俺順序ミスってるよね、これ嘘だろ。ラーメンさえまともにできねえのか俺は。これ100スープ先だよな。ちょ、ごめんなさい高橋さん、あの作り方間違えました。できました。で、あのまあそのトッピングなんですけど、まあ、トッピングでいろいろ買ってきたんです。このじっくり煮込んだ豚角煮、これをねぶち込んで、あの上に乗せてね、あのチャーシュー代わりにしていきたいなと思います。あと、まあ、なんか、まあ、なんかいい感じに ラーメンっぽいお母さん食堂があったので、これも上にね並べて食べていきたいなと思います。それじゃあトッピングしていきます。あとインクルードにもらった海苔もやっていきましょう。はい、ってことで完成しました。ラーメンです。まあ麺が見えないんですけどね、海苔とチャーシューとメンマと卵入れたらいい感じになりましたね、これ。さあ、ということでできたのでね、これ食べていきたいと思いまーす。はい、ということでやっとこさラーメンができたので食べていきたいと思います。すごい量ですよこれは。ほら、おいしそう。あ、すごいサムネ。はい、サムネ取れました。ということで、それじゃあ高橋さん、和歌山ラーメンいただきます。もうね、あの置ける机がないから手に持って食べないといけないっていうね、すごいしんどいね、あの左腕にすごいあの筋力が酷使しそうなね食べ方でやっていきたいと思います。もうラーメンというよりつけ麺みたいになってるんですけど、それじゃあ食べていきたいと思います。一口目、バリうめえ。おいしい。なんだこれ、醤油豚骨。うんうん、海苔にも合う。いいですね。私、まあ、生まれは九州、育ちは、静岡県というね、根っからのね、あの北海道県民なんですけど、めちゃくちゃこのなんて言うんだろうな、そのまあちっちゃい頃からラーメンが大好きで、まあ本当3食、1日4食ぐらいねラーメン食べてたぐらいね、すごい好きなんですけどね、このラーメンめちゃくちゃ美味しいですね。まあそのまあどんな味がするかとかもう正直口から言っても分かんない気がすると思うけど、まあ一応言うは梅。